港で船にコンテナを載せる作業をしていた際船がバランスを崩して傾き転覆しました。当時船には3人が乗っていて海上保安部が救助しました。1人が海水を飲むなどして病院に搬送されましたが命に別条はないということです。また油の流出も確認されていて海上保安部などがオイルフェンスを設置するとともに